え、自治体 DX 会議、笛吹市バージョンということです。本日はですね、え、笛吹市の山下市長、それからですね、NTT 東日本の横山支店長にお越しいただいてですね、え、この笛吹市においてどんなですね、DX が今後ですね、展開されていくこと,としているのか、まあ、あの、現状を踏まえてですね、いろいろ深掘りしてお聞きしていきたいと思います。え、それではまずはじめにですね、え、山下市長の方から、え、笛吹市の状況、外況についてお話し、プレゼンテーションいただければと思います。 市長よろしくお願いいたします、はい、こんにちは府役市長の山下でございますよろしくお願いいたします、えー、それではあの少し簡単に本市の紹介をさせていただきます、えー、本市はです、ね、人口約7万人という、まあ、それほど大きな町ではございません世帯数で言えば約3万,件、まあ、3万世帯です、ね、ということになりますで場所的にはです、ね、山梨県のちょうど真ん中中央に位置いたします えー、大体の東京首都圏からですね1時間半ぐらいで到着する、まあ、そんな近い東京都からですね近い地域になりますあの非常にあの交通アクセスもそれほど難しくなくて中央線で1本でございますし今あのリニア中央新幹線なんていうものを作っていただいてますけれどまあその山梨県駅からですね大体15分ぐらい位置に する地域でございます、えー。観光資源についてですね、少しちょっとご紹介をさせていただきます。あの私どもの市は大変果物の美味しい、えー、たくさん取れる地域でございます。まあ特にあの桃、ブドウ、スモモがですね、高治療また生産量日本一というふうなことでございます。えー、あの四月になりますと大変あのピンクの桃の花の絨毯に こまれましてですね、大変あの珍しい地域じゃないかなというふうにも思っております。またあの観光農園さんはですね、60件以上ありましてですね、まあ多くの観光客の方に楽しんでいただいているというところでございます。えー、あのまあブドウの栽培が非常に有名なところでございますから、当然の納得ワインも非常に盛んでございます、えー。だいたい12件くらいのワイナリーがありますので、まあそういったワイナリーでですね。 えー、ワインを楽しんでいただくっていうこともまた一つ楽しみの一つではないかなというふうに思います、えーあのまあ、そういうふうなあの農業の盛んな地域ですけれど今年の7月の18日におかげさまで世界農業遺産というのにです、ね、登録をすることができましたあの笛吹市だけではなく山梨市甲州市という3市で,です、ね、合同で世界農業遺産というのをいただくことができました えー、まあ、あの、温泉なんかも非常に、まあ、有名なところでございまして、えー、県内では最大級の温泉施設がございます。伊沢温泉、春日井温泉郷なんていうのもありますので、また多くの皆さんにお越しいただきたいなというふうにも思っております。えー、主なあの観光イベントなんかもですね、えー、少しご紹介をさせていただきます。あの、4月には先ほどお話ししました、桃の花が大変、えー、たくさん咲きますので、 そういったものの花を使ったですね、桃源郷春祭なんていうのをさせていただいております。また、全国では非常に珍しいですね、勝中なんていう、馬、まあ、をですね、操りながら人間が直接川の中に入る。まあ、そういったですね、笛吹川、伊さわ会なんていうのも開催をさせていただいております。あの多くの観光客の方にお越しをいただいております。 8月の21日にはですね、毎年あの、伊沢温泉花火大会なんていうのも開催させていただいております。今コロナ禍ですんで、あ,のあんまり大きなことがちょっとできませんので、分離で開催をさせていただいておりますので、夏の時期、えー、ぜひともですね、お越しいただければ、そうですね、3回ぐらい今、週に分けて開催させていただいておりますので、 えー、楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。またあの竹田信玄というのがまあ、山梨県の有名な武将でございますけれど、上杉謙信とですね戦った、まあ、川中島っていう戦いが非常にま有名なんですけど、まあ、この戦国絵巻を再現しようじゃないかということで、えー、昔からですねこの川中島合戦というのを行わさせていただいております。今年もお開催の予定でございますので。 ままたたたお越しににななっていいいだけたらなという,ふうに思いますで。今年ですね昨年令和3年7月の31日にですね足川という地域を使ってですね富士山の大変素晴らしい眺望が見えるところがございますそこを少し開発させていただきまして富士山ツインテラスということでまあすらしいデッキを を作らせていただきました。大変あの多くの方々にお越しいただいております。またあのテレビなんかにも非常に取り上げられていただいているようでございますので、またそんなところもですね、お越しになっていただけたら大変嬉しいんじゃない、嬉しいというふうに感じております。それでですね、DX の活用についてということでございます。あの、非常に今年ですね、桃の盗難が多くありました。 あの非常に地域の皆さん、そしてまた関係者の皆さんに大変なご協力をいただいて、今、巡回なんかをしていただいた成果もあり、非常に収まっては来ているんですけれど、今後です、ね、本州の主要産業をどういうふうに守っていくかというのをです、ね、これから我々も真剣に考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。ままた非非常常にに昨今土砂災害等がです、ね、非常に多発しておりますので こういったものをできるだけ迅速にですね、地域の皆さんにお伝えする。まあ、こういったものをですね、これから DX を、DX を使いながらですね、進めていきたいなというふうに考えておりますので、まあ、この辺もまたいろいろ教えていただければと思います。以上でございます。 はい。山下市長、ありがとうございました。えっ、ー、と、私もですね、あの、実はフルーツ狩りが趣味です、ね、そうですよくですね、さんお邪魔するので、<laughs> 本当になんかなんか痛ましいというか、悲しいなというふうに思ってしまう。はい、そういうものをですね、やっぱり、まあ、解決するもんデジタルがあの活躍できるというのは非常にあるかなと思いますし、はい、逆にあの、やっぱり、あの、お名師にありますとり、優しさあふれる街ということで、はい、街づくりにやっぱり DX をどうやって活用するかなんていうことで、もっともっと住民に優しいものをですね、デジタルで実現するということも、どんどんいろんなところでこう活用、あの進んでいると そんな形でまたちょっと深掘りされて、はい、どんなことをご意向があるのかってお聞かせいただけるとありがたいと思います。はい よろししくお願いします続きましてはですね NTT 東日本の横山支店長からそれではですね実際じゃあ,あの実体 DX とまあよく言われますけどもあのじゃあどこからやるのかとかですね、まあ、どういったソリューションがあるのかということも踏まえてなかなかやっぱり始める時にですね、まあ、あのいろんな課題多分実際さお持ちになっている中で、まあ、新しい課題またはあの今お話になったようなあの防災含めたですね課題あると思うんですけど、まあ、どういったところからですね、まあ、お手伝いという あのソリューションのご提供できるのかというのをちょっとお聞かせいただけたらと思いますプレゼンテーションの方いはいかしこまりました NTT 東日本山梨店の横山ですよろしくお願いいたしますまず NTT 東日本グループではこれまでは日本の情報通信インフラを地域密着で支えてきましたがこれからはより一歩踏み込んで地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業としてあの地域社会が抱えるさまざまな課題に対して 行政ののの皆皆様様やや地地域域社会とと一緒にに活性化や発展に向けた取り組みを進めていいるところでございますデジタルという技術をですね人間の知恵や工夫でどううまく使いこなしていけるかというところがポイントだと考えており、まあ、それがデジタルトランスフォーメーション DX だというふうに考えております地域課題の取り組みの一つとして先ほど山下市長からもお話に出ました 山梨県内では昨今大きな社会問題になっております農作物の盗難に対する対策ソリューションの実証実験をちょうどこのソリューションのポイントは1つ目は不審者を検知すると監視カメラが作動してその映像をリアルタイムに通報するということでリアルタイムに現地の状況が確認できるというところです。 もう一点はですね。そのあのリアルタイムの映像を農家の皆さんだけではなく見守りセンターなどがですね。連携してその映像を確認するというまあ、共,共助防犯モデルということを。まあ、あの目指して実証実験に取り組みました。実証実験の結果ですね。あの盗難対策として有効なソリューションであるということが確認できましたので、あの来シーズンのですね。また、あの収穫時期に合わせてですね。関係機関の皆様とご相談をしながら。 実用化に向けて取り組んでいきたいというふうに考えております。え次にあの防災分野の取り組みについて少しご紹介をさせていただきます。あの全国的に大規模災害の発生頻度が非常に増えてきておりまして、え事前の備え、的確な情報収集、復旧対策の迅速化の重要性が高まっております。我々 NTT 東日本としても地域防災の取り組みの一層の強化を進めております。 DX という観点で言いますとさまざまなデータや AI 人工知能ですねこれをうまく活用することでこのさまざまなデータを集約する機能としてデ,データ連携プラットフォームという仕組みこれは都市 OS ともあの呼ばれるものですが あの山梨県がですね。このプラットフォームを構築するという構想をお持ちでいらっしゃいまして、あの当社もあのご支援をさせていただく予定でおりますので、あのそういったものともですね。うまく連携をすることで、地域の防災にもお役に立てればと考えております。防災分野における dx のプロセスションの一例として、あのちょっと変わったものとしてご紹介をさせていただきます。と、あの新オートコール。 ソリューションというソリューションになりますが、まあ、新しい電話の仕組みですがこれはの電話を活用した DX ですが要支援者の皆さんだったりそれから要配慮施設のなどに対して災害発生時に電話を自動的にかけて避難指示をお知らせしてその電話に声で回答してもらうことで、まあ、結果が自動的に集計される実際の皆さんは全体の状況をリアルタイムに一元的に把握ができる、まあ、こういうことが実現できるようになってきております。 もう一つ電話に AI をまあ組み合わせて活用している事例として特殊詐欺対策サービスがあります特殊詐欺もですね大きな社会問題の一つでありますがこのサービスは電話の通話内容の音声データをこれも AI でリアルタイムに解析し詐欺だと判定した場合にはご本人だけではなくですね親族などの関係の皆さんにも通報するため 本人任せでなく家族や地域社会と連携した対策が可能となります今後ですね府役市内の市民のお宅にも設置をさせていただき特殊詐欺対策に役立てていただく予定でおります最後に山梨全体の DX 推進に向けた取り組みについてご紹介いたします山梨県内のできるだけ多くの企業の皆さんに DX をうまく活用していただきたいという思いを込めて 県内の企業の皆さん、それから経済団体の皆様と山梨 DX 推進支援コミュニティを2022年7月に立ち上げをいたしました DX に関するセミナーや個別相談など無料で利用可能ですのでぜひあのポータルサイト山梨 DX エンジンにアクセスをしていただいてできるだけ多くの企業の皆さ様に活用していただければと考えております このように自治体をはじめさまざまな皆さんと連携しながら DX で山梨を元気にしていけたらと考えております。以上となります。はい、横山支店長、ありがとうございました。それ、えっ、ー、と、まあ、今お聞きするとですね、あのすぐにこう活用できるようなものもあのお聞かせいただいたんですけど、やっぱりちょっと驚いたのが、どうしてもやっぱり DX っていうと、なんかこう AI だと。 まあ、RPA だとか。そういう、まあ、デジタルの、まあ、横文字の中でですね、<laughs> あの、自動化されるんだろう、みたいなイメージがあるんですけど、やはり、もう、適度に、やっぱり、アナログを使っていらっしゃるのと、やっぱり、あの、住民の方たちが、まあ、本当にリアル、アナログの電話を使っている。そこをですね、に、あの、インフラは変えずに、さらに新しいものを付加した形で、使いやすさに、こう、やっぱりですね、すごく、あの、気を使われたソリューションが多いなと思って、すごく、やっぱり、あの、入り込みやすいといいますか、まあ、受け入れやすいところに関して、かなりですね、ソリューションとして、あのー、 ま、考えられたものなんだろうなというふうに思いまして、すごくなんか、あの、今後どうやって導入していかれるのかというのを楽しみにさせていただきました。ありがとうございます。それではですね、えー、ではここからは、山下市長、それから横浜市店長を交えまして、自治体 d x、えー、さてですね、冬地さんの方でどうやって展開していくのか、もう少し掘り込んで聞いていただけ、聞いていこうと思っています。 それでは初めにですね、山下市長の方にですね、はい、先ほどあのプレゼンテーションをご説明いただいた件について、ちょっと2点だけお伺いしていきたいなと思うんですが、1点は、やはりあの今観光資源としてでもですね、はい、いろいろある、ま、の ええ私もあのよく聞かせていただいている感じなですけども、<laughs> まあ火事園のまあ盗難ってまあええまあすごくですねあの地元にとってはあの大きな課題ですし、はい、ええそれをどうやって止めていこうかということに関して、まあ GX が使えるということで、はい、あのまああの実証実験されているということですけれども、はい、そのもう少しですねどんな結果だったかとか、はい、ええ被害の状況とついてもあれですけれども、はい、ちょっと軽くあの被りして,いて教えていただきたいと思います、はい。あのー、まあ毎年ですねあの火事の盗難というのは あるんですね小さいこう数のです、ね、少ないものが多かったんですけど今年がですね非常にあの6月の段階で、まあ、非常にあの一つの畑から1,400個とかあ<ー>ま,あまた別の地区では2,500個とかまた,あのまた別の地区では5,000個も取られたというですね、まあ、非常に。 あの今までにないその大量な盗難があったということがまあとにかく今回非常にまあ全国的にもかなりいろんなところでメディアの方にも取り上げられてまあ非常に逆に言うと励ましの,の電話やですねお手紙をいただいて頑張ってくださいなというですねそんなこともいただいておりました、まあ、被害額云々というよりかですねやっぱり生産者の皆さんがもう本当に丹精込めてですね一生懸命一年間かけて作っていよいよ収穫だと 言ったところでの盗難なんで、まあ、非常にまあそのあたりの精神的なショックっていうのが大きかったなというふうに思っております、まあ、あの市としてはですねとにかくあのこの主要産業をできるだけこう磨きをかけていく農業も正直申しましてなかなか厳しいですから後継者の問題だとかいろんなことがありますただあの非常に今あの農業いろんな形であの、まあ、AI というものがどこまでいっているか分かりませんけれど 非常に効率化を求めて、えー、省力化の中で、えー、要するに言えば産業していくというふうなことを非常に取り組んでいるものですからあの結構後継者の方々が増えてきておりますので、まあ、この辺もですねあのこれから DXAI、まあ、を使いながらそのいかに省力化で農業をやっていくかということがです、ね、これからまあ大きな課題になっていくるんじゃないかなというふうに思っております。でその中でやはりあのお 盗難をです、ね、防ぐいいためには、まあ、ご覧のよう非常に面積が広いですので、まあ、この面積を全て網羅していくにはですねなかなかパトロールだけでは非常に厳しくて今は非常に市で考えているのがこの全体をですね少しそのセンサー的なもので、えー、何かですねケアできないだろうかというふうなことをですね今ちょっと実証実験を 今年の冬くらいからですね、少し取り組ませていただいて、まあできるだけ早い早期の導入ができたらなというふうには考えている。まあ今本当にまだまだあの試行錯誤しているそんな段階です。はい。横山社長、はい。さです今あのちょっと先ほどプレゼンいただいた中でいうと、うん、やっぱりその。 まあ、あの、効率化だとかっていう形で、もう、あの、例えばというか農業に関する、まあ、DX って、それはそれで、あの、ある分野として、どんどん進んでいくと思うので、はい、まあ、その一部として、まあ、コーナーみたいな、はい、まあ、監視とか、検査とか、監があったんですけど、はい、これ、面白いなと思ったのは、やっぱりその、えー、単にこう、数値がいくだけじゃなくて、見、うん、守りセンターみたいなのがあって、うん、やっぱり、アナログとデジタルをちゃんと組み合わせてらっしゃるというのが、うん、まあ、あの、全体、先ほどお聞きした中でも、うん、今回、あの、いろいろ活用されてるじゃないですか、うんうん、この辺、どういったお考えですか、はい。はい あのいろいろと先ほど市長からもお話しあったように県内でも今年特に今年大きな話題になりましたのでたくさんの対策があの夜間のパトロールだったりとかやっぱりカメラをつけるたくさんの対策がされているんですけれどもやはりそのな,なかなか機械だけでも全部は賄えな,ないし一方でじゃあ全部人手でパトロールするのも、まあ、限界があるということで。 まあどちらかにかか片方ではなくうまくそのままハイブリッドで組み合わせるということでもちろん最終将来的にはですねカメラだけですべてがこう自動的に判定できてみたいな自動化される世界が来るかもしれませんがやっぱり今の段階だとデジタルできることはデジタルでありつつやっぱり人がやるべきところは人がやるっていう、まあ、そういうハイブリッドでまあ使っていくということがですね有効なんじゃないかというふうに考えていいますあ,ありがとうございます。 そういうまあお考えの中でこうあの自治体 DX というものが進んでいるとすればですけども、あの、山下市長、あのはい、ーその DX がえー入っていく中で、はい、えやっぱりこう、なんかですね、こう、機械物がこう、来るんじゃないかみたいなことで、一気に進むっていう思いと、はい、まあ、とは言いながら今までこう、やられてきた中をどうやってこう、DX 化していくのか。うん、自治体 DX って多分窓口業務だったり、そのえと中の業務だったり。 効率的なところをしていこうかみたいなことが多いと思うんですが、うんうん、あの政府さんとしてはどういった形で、まあ、あの実際 DX、うん、進めていこうかみたいな,なんかこうビジョンといいますか計画みたいなものがあったら教えていただければ、はいああのまあ、私就任して6年目なんですけれど、はい、あのなかなかやっぱり田舎の方はですね正直大変ですあの財政的な部分。 まあそういうことを一つこう頭に置くと、まあ、どうしても行政改革だとか業務の効率化だとか職員を少なくするとか、まあ、こういった話にもう間違いなく行き着いていくんですね。で結局先ほどちょっとお話しあった DX っていうのはある意味この行政改革のもう一環のもう完全に表面一体じゃないかなというふうに思ってます。なるほど 結局 DX やそういった業務が進んでいけば必ず効率化も生み出すことができる、まあ、効率化をしたかったら逆に言えば DX をしろというふうなことにつながっていくんじゃないかなというふうに思ってますでうちはですね今とにかくできるだけそういったものをこう省力化や組み込めるものは組み込んでいこうじゃないかというふうなことはできるだけさせていただいてますで一つの例がまああのこういう会議をやるのにですね AI の,あの議事録の作成システムっていうのをまあたまたま導入させていただいてまあ今まではもう笑っちゃいますけどイヤホンしながらですねワープロ打ってっていうようなですねことをやってたのをもうほぼ8割から9割ぐらいもう録音したものが画面に出てきてあとはもう残り1割にありを修正するそういうふうなものも始まりましたし。 あとあのまあと他の市町村もかなりやってると思いますけども電子化ですよね基本的にもうペーパーレス化でもう私もほぼ今反抗してませんもうほとんど電子化で承認のボタンを押すような世界になってますんでまあこれがあの統合型内部情報システムなんていうふうなことでまあいろんなペーパーレス化の一つの役割に多く 貢献してていいるんじゃないかなかという,ふうに思ってますだからこういうものをまあいかに導入してまあいわゆる人件費を削減していくかっていうのがまあ正直これからの行政の大きな課題ですし窓口なんかに行ってもですねあの今もうパネルでこうタッチパネルでもうやってる時代ですからこんなあのカウンターのところで住所を書いて何を書いてなんていう時代じゃありませんし。 まあマイナーバーカードがこれからさらに普及していけば、はい、あの本当に、えー、窓口って字を書くなんていうことが多分なくなっていくんじゃないかなというふうに思いますんで、まあこういったものをできるだけ追いかけていきたいなというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい、あのなんかこう先ほど、えー、横山支店長の方からお伺いしたとえばその年越えみたいな話だとか、そういうものから来ると、まあ惣菜のものを作らなきゃいけないみたいなイメージがどうしてもなってしまって、まあ。 県の動きとしてはそうなのかもしれませんけども、足元をやっぱりその、え住民の目線で見てくると、もっと小さいところが便利になったり、もう小さいところが節約されて、他のところにこう、あの、お金を回せたり。ということで、やっぱり実感をですね、小さいものを積み上げながら実感作るってすごく大切じゃないかなと思うんですけど、その辺、あの、デザインする立場として、いかが、うん、はい、はい、どうかまさにあの、こう、食 実際のこう現場の業務を一番分かっている職員の皆様が自分たちで業務を可視化してここが効率化できるんじゃないかっていう取り組みをまあ,ある意味草の根的にですねやるってまあすごく大事なことだというふうに思っています。今非常に注目されれてていますけれどもまあそのあの背景の一つとして ノーコードとかローコードといわれるいわゆるのプログラミングが分からなくても自分たちでこう開発ができますよねっていう、まあ、そういう環境がだいぶ整ってきたということが一つ挙げられるというふうに思ってます。あのそういう意味でです、ね、あの今までははの自治体の職員の皆さんはこう外部から 調達してきたシステムをこう使う、いこなすという立場でいらっしゃったのが、これからですね、自分たちに合ったツールをまあ、自分たちで作っていくっていうことが、まあ、そういうことがあのできるようなあの時代になってきているというふうに考えています。あの私たちがう付き合いしている実際さんの中でもですね、例えばこう業務の可視化だったり、まあ、それからその業務改善のか BPR にどう取り組むか、それからその実際にこの DX に取り組むための職員のけんの皆さんの研修だったりですね。 それからの場合によっては DX のツールに、まあえずに一緒に取り組むみたいなですね、まあ、そういう事例も出てきていますのであのそういう意味で言うと自治体の DX というのもですねこれからよりこう身近なものにどんどん変わっていくんじゃないかというふうに考えていますので、まあ、そういう分野でもですね我々もいろいろとあのご支援ができたらというふうふに考えておりますうんなるほど実際、ちょっと今お聞きしてちょっと驚いたんですけど、まあ、あの自治体の職員の方が えー、その、えー、ツールを使って新しいシステムなのかちょっと改変か分かりませんけども実際に進んででらっしゃるるところってあ結構あるんですかそうですねあの例えばそのよく使われてる事例としてはその AI を使った OCR とか RPA みたいな読み取って自動にデータ化するみたいなそれはやっぱりシナリオが必要なんですけれどもやっぱそのシナリオ化するのはやっぱ職員の皆さんが一番よく業務詳しく知ってらっしゃいますので少しあの 研修とか受けていただければそれは自分でツールを組み立てたりすることがまあ可能になってきてますので、うん、あのそんなことにですね取り組まれている自治体さんがだんだん増えてきております。うん、そうするとあれですよねもう現場の中でちょっとこうしたらいいよなって思うものが例えば半年単位だとか3ヶ月単位で計画して、えー、実際に現場でできちゃったりとかいうことが回ってくるとより多分あの現場の方たちもあの取り入れやすいというかそれが自然に重なるとまあ大きな DX につながっていくと。 ということなんだ市長いかがでしょう今も気になってそういったまあ現状の中で、うんはい、えどういった形でこうあの取り入れてこうみたいな今ちょっと小さないくつかの、ね、事例をですねはいてましたけども、はいはい、まあ,あの正直言って、うん、なかなかこういろんな会社さんが作るパッケージっていうのがですねそのままこう じゃあ全てのの市町村に合うのかっていうとなかなかかとといいなな正直難しいところはあるんですよねだからいかにやっぱりそのまあ先ほど言うようにそのデジタルとアナログを組み合わせながらその市町村に自分のところでこう、うん、まあ独,独自のものをですね、まあ、職員が作って改変していけばいいんでしょうけれどなかなかそうは難しいんじゃないかなと思いますので、うん、まあその辺をまたいろいろですね DG、えー、さんにご指導いただいたりまあこういった 民間の方々にいろんな部分で協力していただくっていうのが、まあ、これからのやり方じゃないかなと思うんですね。あの本当によく職員なんかに聞くと「いや市長このシステムはいいんだけれどうちには合わないんです」って <laughs> よくこういう言い方をされるんですね。でその時に、まあ、民間の業者に連れてきてどうなんだって言って「いやもうこのパッケージはもうこのパッケージです」みたいなことをう言うとちょっと寂しいなと。<laughs> いうところがあるんで、まあ、これから民間の方々と我々がしっかりこう手を支えてやっていくときに、うん、まあそういうものが一つこう民間の方々にもこうなんていうの動きがあるとままた面白いのかなというふうに思ってますす、うん、そうですね、まあ、今の DJJ、えー、さんおっしゃったように、まあ、普通のユーザーさんがこう改変できるものであれば逆に言うと、えー、御社のエンジニアの方だったらもっと簡単にできたりすると思うので逆に言うとあの 費用がぐっと下がる。そうすまたはお手伝いする形で、まあどうやりたいですかっていうのを明確に伝えてもらえれば、それをこう実現できるみたいな、まあ多分タックリングみたいなものもできますし、なんかこうできるツールができたから、こうやってみてよいやいやできないよみたいなことじゃなくて、先ほどあのデジタルとアナログを重ねてたように、まあやっぱりその協力の形も、なんか発注するというよりも、なんかこのつ簡単なツールができたので、 それをじゃあ、どういうふうに使うかを学ぶためにこう一緒に作ろうかみたいな新しい形をですね、あの、作品ができていくんじゃないかなって今を非常に感じましたので、まあ、そういう形で本当にあの実際 DX で進んでいくと、まあ、よりその住民の方とかに近いソリューションにつながっていくとい。はい。えー、最後にですね、あの、この実際 DX も言われてここ1年後、 結構言われてるかなというふうに、まあ,あ、提供側と、あの逆に導入する側とあると思うんですが、えー、今後の意気込みといいますか、えー、こういう方針でやっていきたいなみたいなのものこういったことをお伝えしたいんだということがあればですね、ぜひあのお断りいただきたいんですが、えー、山下町。はい。あの、先ほどちょっとお話ししましたように、あの本当に市町村ってなかなかそんなにお金がありませんので、うん、まあ、そういうふうな部分で、これから効率化っていうことを本当に突き詰めていけば、間違いなく、 EX を導入しながら自分の独自のものを作り上げていくというのがこれからの市町村のあるべき姿じゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、これから大いにです、ねえー、まあ主要産業を守っていくこともありますけれど先ほどの盗難の話ではないですけれど、まあ、そういったものにあらゆるところにです、ね、EX の導入というのを考えながらあのこれからの行政を進めていきたいなというふうに思っています。ま あのまさにこう「導入と提供」というねお言葉がありましたが、まあ、本当に我々あのこれから目指していきたい世界は、まあ、共感型だったり伴奏型ということで、うん、まあ一緒に作り上げていくっていうですねそんなことができるんじゃないかなというふうに思っておりましてあの自分たちの社員もですね今 DX に向けてですねもう一度のリ,リスキリングのまあ最中でありますので、まあ、あのそういう社員の,です、ね、あのスキルも生かしながらですね 地域の皆さんと一緒にですね、ディークスであの地域を豊かに、あのすることに。ご支援していければなというふうに思っておりますので、これからもよろしくお願い,いたします。はい、えー、それでは、あの、えー、いろいろちょっと深掘ってですね、実態のところをお話聞させていただきました。えー、本日は、えー、山下社長、ええ、それから横浜支店長、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 内閣官房の小野でございま植福氏様が積極的にデジタル化スマートシティ化を進めており大変感銘を受けました特に桃ブドウといった栽培が盛んであるがゆえの悩みである果物の盗難防止にデジタル化の活用をしていたり自治体窓口で紙を減らしてデジタル化しようとしている点など 地域の事業者や市民の方の利便性向上や課題解決に積極的に取り組む姿勢が大変素晴らしいと感じております。デジタル田園都市構想でも不駅子様のような意欲ある自治体を応援しております。申請等で迷った際にはお気軽にご相談いただければと思います。